相模屋さんのウニのようなビヨンド豆腐だよ。ウニの味がするという話題のお豆腐でございます。おー、プリンみたいですね。ちょっとだけ磯っぽい匂いがしますと。まずはわさび醤油でそのまま食べてみたいと思います。いただきマンホール。おーすごーい。ウニよりもウニっぽい風味がします。あらら、すごいよ。なんで、あのね、最近本物のウニを食べたのですが、このお豆腐のような強い風味はしませんでした。ということ、濃厚でトロッとして磯の香りが確かにするんですよね。研究の成果なんでしょうか。これはすごいです。食感や後味に微妙な差がある気がしますが、知らずに食べたら騙されちゃいますね。それくらいウニっぽい。続いてビヨンドウニ丼を作りたいと思います。キュウリ、大葉、それからサーモンでございます。最後にビヨンド豆腐をドカーンとね、わさびと醤油をかけて完成でございます。ではでは、いただきマルチーズ。おー、ウニ丼美味しい。1個220円くらいだったから、とってもお手軽。これは庶民の味方ですね。アボカド丼を作ったことがありますが、あれに近い感じもしますね。サーモンを買ったのは正解かな。ビヨンド豆腐だけを食べ続けるとさすがに飽きるかもしれません。うん、これだけの量を食べると若干の違和感を感じるのですが、それでも十分な美味しさ、大満足でございました。ビヨンド豆腐にはウニ以外にもいろんな味があるので、また食レポしてみたいと思います。ごちそうさまでした。クマプップ北極チャンネルでは、食レポを中心にいろんな商品の紹介や楽しいことにチャレンジしていくので、チャンネル登録をお願いします。クマプップのメインチャンネルもよろしくね。